ある日、3歳の猫が、ショッピングモールの外で、車の下に隠れていました。その後、猫は買い物客に保護され、地元の保護施設に連れてこられ、そこのスタッフに、ライアン、と名付けられました。スタッフたちはライアンの体が、とても綺麗に保たれていたため、少し前までどこかの家で、暮らしていたのだろうと思いました。そのため獣医さんにマイクロチップを、スキャンしてもらいましたが、見つけることはできなかったそうです。スタッフたちはしばらくの間、元の飼い主さんが、施設を訪問してくるのを待ちましたが、結局誰も現れませんでした。施設の中のライアンはいつも寂しそうな顔をしていました。ライアンは絶えず友達を欲しがっていて、誰かが家に連れて行ってくれるのをずっと待っていました。ライアンはとても愛らしい猫で、いつも私たちの気を引こうとします。そして膝の上で撫でられるのが大好きです。とスタッフは言います。この施設では、保護猫がストレスなく暮らせるようにと、ケージをなくし、広々とした部屋で、猫たちを自由に過ごさせています。ライアンもその部屋で、世話をされていたのですが、スタッフたちはみんな、ライアンに大きなものが、かけていることを知っていました。それから1週間後、ライアンの入っている保護施設に、一組の家族が訪れました。そして家族が猫部屋に入るとすぐに、ライアンが嬉しそうに駆け寄ってきたのです。ライアンはそのまま腕の中で丸くなり、すぐにくつろぎ始めたそうです。家族はその日、保護猫を自宅に連れて帰ろうとは、思っていませんでしたが、ライアンの愛らしい姿を見て考え直しました。その日、ライアンはお世話になった施設を出て、新しい家へと旅立つことになりました。ライアンは、すぐに新しい環境に溶け込みました。そしてライアンの顔からは悲しみが消え去り、お茶目な個性が輝き始めたそうです。こうして家をなくしたライアンは、再び愛情を感じることができました。新しい家に来たライアンは、今の生活がとっても楽しくて、毎日に幸せを感じているとのことです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。ご感想など、お気軽にコメントください。チャンネル登録をお願いします。